はい、江戸幕末紀行、坂本龍馬、龍馬伝紀行、ここはですね、千葉定吉道場跡。千葉定吉っていうのは、北辰一刀流で有名なんですけども、千葉周作って、まあ、聞いたことあると思うんですけど、その弟さんなんですよね。で、まあ、兄と共にですね、この北辰一刀流の使い手ということで、まあ、賢者ですよね、剣術をする人なんですけど、その道場にですね、坂本龍馬が来ていたと。まあ、そもそも坂本龍馬は、この定吉さんのですね、息子さんがいるんですけど、でその人の、まあ、元でですね、修行したいと。まあ、それが目的で江戸に上京してきてるわけなんですよね。でちなみにここ梶橋通りで今遺構は何もないんですけども、まあ、道場もここからお玉が池ですかね、あそこ前工事で入れないというか見れなかったですけど、今どうなってるんですかね、もう多分何もないと思うんですけど、岩本町のところですよね、あそこに移転したと。だからもう時間が経ってるんですけどもね、1822年ですから、まあ品川のうち、つまり上屋敷、土佐藩の上屋敷がここから、100〜200メートルぐらい先の国際フォーラムにあったわけですよ。加藤佐藩上屋敷とここがすごい近いんですよね。なんかその近いのもここに道場を決めたっていう理由らしいんですけどね、坂本龍馬が言うには。本当ですかね。近いから決めたっていうよりも、まあ剣術を、まあその内外にですね、まあ、剣術修行のためにですね、1835年これは生まれですね、定吉の門に入ったと言われている。1867年、あ、結構長くいたんですね。そしたらね、そんなに長くいたんでしたっけ。まあまあそうですね、親子代々ってことですね。まあ、兄が有名な人で、その弟の定吉、さらにその子供の、ですから息子さんからしたら おじさんですよね。千葉周作がすごいですね。千葉周作がおじさんですよ。北辰一刀流って言ったら超有名ですから、まあ、まあ今で言ったら何でしょうね、坂本龍馬もミーハーだったんですかね。ミーハーって言わないか、まあ流行りのというか、まあ、武士武家としてですね、やっぱり剣術を学びたいというところの、まあ、素直な気持ちだったということにしておきましょう。江戸を見てって新しい世を見たいっていうのはもちろんあったと思いますけど、で黒船も見ちゃいましたからね、まあ、いろんな意味で、龍馬にとって刺激的な江戸だったとは思うんですけど、話戻しますと、この玄武岩道場の、まあ、その兄がやってたですね、まあ、お手伝いをしたと、定吉さんがですね、まあ、小千葉道場などと称されるというふうに書いてありますけど、まあ、兄弟揃ってですね、まあ、剣術家なんですよ、要は。で、剣術修行のために来た龍馬と仲良くなり、まあ、それがその後いろいろあるんですよね。千葉さなさんが出てきますけど、はい、ここには書いてないですけどね、はい、まあ、いろいろあると、はい、っていうことで、坂本龍馬はですね、剣術指南のために上京してきて、通っていたとされる、まあ、千葉定吉道場、息子さんのところに修行で入ったという場所になります。跡地なんで何もないんですけど、一応看板もしっかり出てますので、内容をちょっとかいつまんでお話をしました。